うねめ祭りとは、奈良県奈良市の春日大社の末社で猿沢池の北西に鎮座するうねめ神社の霊祭で、毎年中秋の明月の日に行われる。うねめ神社及び猿沢池周辺。奈良時代に天皇の寵愛を受けたうねめが、天皇の関心が薄れたことを悲観し、猿沢池に受水した霊を慰めるために始まったという。王朝貴族が七夕の夜に、 秋草で飾った花王儀を御所に献上し、庭の池に浮かべて、風雅を楽しんだ孤児による。還元船の儀二席の還元船祭りは、宵宮祭り、花王儀法農行列、花王儀法の神事、還元の船の義とに大別される。前日の17時から神事が取り行われる。うねめ神社に到着した。 花王儀奉納行列中秋の明月の当日の17時頃から、花王儀を乗せた車、地後、花王儀市が乗る御所者などの隊列が、JR 奈良駅を出発し、三条通り、小西桜通り、東向き通り、持ち井戸の通りを経て、猿沢駅ほとりのうねめ神社までを練り歩く。18時から、うねめ神社において、春日大社の神官による神事の後、花王儀が奉納される。 19時より、猿沢池において、2隻の還元船が、猿沢池を2周巡り、花王が池に投じられ祭りは終了する。ありがとうございます。